最新の週間天気をお伝えします。この先も大雨災害に厳重な警戒が必要です。今夜以降前線が再び北上傾向でして、月曜日からはまた大雨が続く恐れがあります。水曜日木曜日頃までは大雨に警戒が必要です。そして金曜日から週末頃にかけてもまだまだ油断ができない状況続いていきそうです。それでは詳しくお天気アイコンで見ていきましょう。西日本から東日本にかけて水曜日木曜日頃までは注意警戒を続けてください。新たな災害の発生、被害の拡大に厳重な警戒が必要です。また金曜日以降曇りや雨のアイコンが並んでいます。こちら週末にかけてもまだ油断ができない状況ですので、早めの避難も行うようにしてください。そして週後半にかけては暑さも戻ってきます。作業を行う際、熱中症にも十分に注意が必要です。以上、最新の週間天気見ていきました。そしてこの先のお天気ニュースはぜひスマートフォンアプリウェザーニュースで確認するようにしてください。こちら大雨ピンポイントをご紹介します。佐賀県佐賀市ではこの先72時間積算予想雨量418ミリと、さらに雨量がまとまる予想です。さらに雨や風のピーク時間なども見ると、19日木曜日頃にかけて断続的に強まる予想です。またこの先のお天気について見ることができますので、ぜひ交通機関への影響も確認してみてください。以上、ウェザーニュースのスマートフォンアプリから大雨ピンポイントをご紹介していきました。